こんにちは、ベルです。北海道ツーリング最終日の、8日目の朝になりました。金山湖キャンプ場で、昨日ちょっとヒグマ怖いなと思いながら、寝たんですけど、無事に朝を迎えることができました。この時は、キャンプ場に来た時と反対側に向かってるんですけど、キャンプ場から出てすぐの 500m ぐらいのところに、 500m 1キロくらいかな、クマ出没の看板が出てて、よくよく見たら日付がこの日泊まった2日前ぐらいにヒグマが出てたみたいで、距離も1キロぐらいしか離れてないし、なんか普通にキャンプ場は営業してて、なんか北海道ってすごいなって思いました。ひょっとしたら危なかったのかもしれないですね。まあちょっと山の中にキャンプするときは皆さんも気をつけてください。で、途中でなんか気になったこの浜那須クラブっていうコンビニがあったので、中見てみたんですけど、全然普通のセイコーマートとあまり変わらない感じでしたね。あとはなんか途中で、通行止めのところもあったので、30分ぐらいロスして、結局日高を通って小樽に入ったのかな。この時はまだ時間が11時とかぐらいで、まだまだ、帰りのフェリーの出港の時間まで何時間だろう、10時間ぐらいかな、余裕があるので、どうやって時間潰そうかなって思いながら、バイクを走らせてるところですね。なんか小樽に、海産物とかが売ってるところがあるそうなので、そこに行ってちょっと時間を潰すことにしました。三角市場っていう、有名なところらしいんで、期待して行ったんですが、いまいちそこまで安くないというか、夜市に鍵崎商店っていうところがあるんですけど、そっちの方がちょっと安そうな感じだったので、何も買わずに隣の丸見屋さんっていう食堂に入って、サーモン定食をいただきました。本当はこれで1000円らしいんですけど、先着5名かなんか、まあ、200円引きしてくれるそうなので、なんだかんだ800円で、いただけました。とても美味しかったです。で、食べ終わって、夜市に向かってるところです。小樽から夜市まで片道30分ぐらいだったかな。これが柿崎商店ですね。ホタテの貝柱が 700g で1500円で売ってたので、それを5袋買って宅配してもらうことにしました。で、また小樽に戻って、なんだろう、観光とか街を歩いてたりとかすると、あっという間に乗船時間が始まったので、フェリーに乗船してるところです。隣のハーレーの方たちなんですが、ちょっとお話しすることをお話しするお話しさせてもらって、奄美大島から、集団で友達同士で来られてる方みたいで、どれぐらいここまでかかったんですかって聞いたら、4日間ぐらいかかるそうですね。奄美から鹿児島までフェリーで1日で、鹿児島から別府とかあたりまで、バイクで走って、そこからまたフェリーに乗って大阪まで行って、で大阪から舞鶴までまたバイクで走って、で舞鶴からまたフェリーに乗って小樽まで来てるそうなので、もうなんかこう生半可な覚悟じゃ、北海道に入れないっていう感じがしました。まあ、時間もそうなんですけど、費用もめちゃくちゃかかってるでしょうね。で、このハーレーの集団の方なんですけど、確か8人ぐらいで、来られてて、なんかこう、もともとなんかレースとかやってたような人たちで、みんな
ある程度おしゃべりさせてもらったんですけど、すごいいい年の取り方をされてるなっていう感じがしました。なんかこう自分もこうなりたいっていう感じで憧れる感じでしたね。どう憧れたかってうまく表現できないんですけど、かっこよかったですね。もう、北海道に来て何回も来てるんで、この辺の動作は慣れたものですね。左ハンドル、ハンドルロックしてサイドスタンドで、ギアはローギアに入れてください。フェリーに乗る前にフェリー内で使うタオルとか、食料品とかはまとめてるので、あとは、そのバッグの中に小分けしたバッグを持ってフェリーに入るだけですね。これは、フェリーの揺れで揺れてる焼きそば弁当です。なんかこのプルプルしてるのをツイッターに上げたらちょっとバズってましたね。何に需要があるのかよくわかんない感じです。で、まあ、あっという間に20時間が経って舞鶴で下船するところです。そういえばそのフェリーの待合所じゃないわ、乗船するときにベルさんですかって声をかけてくれた若者がいて、ツイッターで僕のことを知ってくれてたそうです。舞鶴で下船して一緒に食事しませんかってちょっと誘っていただいたんですけども、ちょっともうまっすぐ帰りたい気分だったので、今回はちょっとごめんなさいって言って、オリジナルステッカーだけ僕持ってたんで、これよかったらどうぞってお渡しさせてもらいました。これなんか後になってせっかく誘ってくれたのに本当に申し訳ないなって思って、またどこか、広島の方だったのでそっち方面に行くことがあったら、一緒にキャンプとかしてお話できたらなって今は思ってます。秋になったらなんか連絡取ってそういうこともしてみたいですね。で舞鶴の下船ですね。北海道上陸の時の下船と違って全然テンションが上がらないです。ただ今から自宅まで走らなきゃなっていうふうに思うだけで、同じ下船でもなんかやっぱり全然違いますね。これで大体、今回の2023年のベルの北海道ツーリングは、終わりです。まあ、1話から見てくれてる人もいたと思うんですけど、こんなもごもご喋ってるだけの動画を見ていただいて本当にありがとうございました。まあ、家に着いて、元保護犬だった、すずさんと会って、じゃれ合ってもらって、あとは翌日に、北海道から送った、ホタテの貝柱が届いたので、それを小分けにして、家族に配ったりとか しましたね。でツーリングの装備を、片付けていると、飲み忘れた中華スープが出てきたので、これはまたいつか北海道のこと考えながら飲みたいなって思ってます。本当にここまで、視聴いただいてありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、ツーリング行ったら動画を作っていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。それではじゃあね、バイバーイ。